はい、そしたら今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、純子ちゃん、はい、今そのメイク、はいね、今回こう、はい、個人レッスンを、はい、まあ、受けようというね、はい、すごい意気込みを、まあ、聞かせていただいたんやけど、はい、どうですか日頃、はい、どんなところ、はい、一番やっぱり難しい、はいはい、なんと言いましても、うん、眉を描くのが一番難しいです。形ですね、はいはい、でまあ、大体毛の流れに沿ってね、うん、その上からなぞるようにはしてるんですけれども、はいはい、なんといってもその結果を目で確認できないのがネックとなっております、はいはい、ですからやってもそれがちゃんとできているかどうかというのは誰かに聞くまではわからないというのが困るところで す、 そ、 うです、ね、はい、それはもう眉もそうですけど、はい、もちろんアイシャドウとかそうですね、はい、まあその何だ、手の感覚で、はい、まあ、つけたそのつける量っていうのはある程度からね、はい、分かってくると思うんですけど、うんうんうん、そのライン、いわゆる形ね、そう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 いうところが一番難しいと思うんです。そうですそうです、ね、ただ 目元の場合は、はい、その工夫したペンで、はい、まあ、落ちにくいペンでね、今日は絵取ってもらったら、はい、まあ、アイラインとかできると思うんですね。それからもう今言われたように、はい、眉ね、はい、眉をきちっと、はい、描く方法、はい、ちょっと前回も1回目の時にしたと思うんですけど、はい、自分の親指の感覚ってあるじゃないですか。はい、ありますね。その感覚でちょっとやっていくっていうのをちょっと練習してみたいなと思いますね。はい、はい、でちょっと僕後ろからいきますね、はい、でここのちょっと肘、はい、ここについてください。肘、はい、肘を、はい、で、ちょっとさね、トンネルはこちらへ行きます、はいはい、同じように両手、はいはい、肘ついてもらって、はい、で親指を自分のその前の、はい、山に当てる感じってわかります？はい、この辺りですか？それでどうですか、ここの安定感あります？あります、ありますよね、うんうん、それでね、ここの山の位置、これはもう覚えてもらうところなんですよ、はい、でちょっと微球筋っていう流れがあるんですけども、はい、その微球筋っていうのは目をちょっと上にキュッと上げた時に、はい、溝になるところの筋肉が高いと思います。わかりますかね？親指でわからない。そしたら、はい、人差し指でちょっと、はい、わかりますか、はい、それで、はい、上がるとかわかります？わかります、はい、この一番上がるところがこれ微球筋、これ山になるんですよ、はい、眉毛と山です。そうするとこの辺りですか？そうね、これが一番、まあ、へこんでるところ、一番高くなってるところです。はい、だけど毛っていうのはそこまで、まあ、生えてないので、はい、ちょっとそこから そこぐらい、5ミリ、はい、うん、そこら辺を目のにちょっと覚えてもらう、はい、まずそこですね、こうしてこんな感じですか、ね、はい、そこから手をワイパーのようにこういうふうにして押してみてください、はい、わかります？今こうしてるのは、うんうん、これ全然反ってないんですよ。これ水平なんでしょう、人差し指が。そうですね、なるでしょう、うん、前回は親指でやったんですね、はい、親指をもう一回戻してもらって、うん、その位置はちょっと人差し指で大体分かるようなところね、はい、やって、はいはい、そこに親指を持ってくる感じです。難しいです。あ、そうです、こんな感じですね、はい、そうです、はいはい、でそこをちょっとまっすぐ上げてもらっていきますか、はい、こういうふうにしていく感じ。毛に沿った感じですね。そうですそうです、はい、毛に沿ってる感じね、はい、でエッジってありますね、この爪のこのエッジ、はい、一番その先の、はいはい、これをずっとペンやと思ってまずこの流れをちょっと掴んでほしいです。もしそこの親指に色がついてるとしたら、もうそれで今描いていってるわけですよ。ああ、なるほど、はいはい、出発点がどこかわからないというのが一番のね。あ、そうですね、はい、そこ、あ、そうです、そこら辺、この辺りですね、うんうん、それが分かってくると、うん、その流れに沿って動かすということです、うん、今こうバランスいいんです、うん、今の動き見てると。あ、そうですか、はい、あ、よかった、まあいい感じです、はいはいはい、そうですね、その感覚をまず毛の上に今行ってますでしょ、はい、行ってます、はい、そこからずっと、あ、いい感じです、そう、それにね、一回ちょっと色をつけてみたりします。それから普段ペンで描いてます？はい、ペンで描いてます。ペンはありますか？はい、持ってきております、はい、こうしたかな、すいません、
くんですか。ないわ。キャペンないです。この中に。これ持ってきたんですが。あ、こちらですね。さっきの。あ、ポーチ。ポーチ、はい、手下げみたいになりましたよね。すいません。はい、これです、これです。これに。この大きいカバンにはないですね。そこにはないですね。ないですか。これですね、さっき朝入れたんだけど、ね、あ、これですね、ありましたありました、ここにありました。はい、すみません。よいしょ。じゃあそれで、はい、でまずそのペンで、はい、普段どんなのか、これですね、はい、この間教えていただいたような感じで、うんうん、まず毛の位置を見て、はいはい、はい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 、ああ、なるほど。それは今前頭に向かってる同じのやつを練習してるんですか。そうです。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、それね、腕上がりすぎやわ。上がりすぎ、うん、はい、ここがね、前って水平になってないんで、うんうんうん、ここってこう、ここを描くときはね、はい、このビッグ、ここしたらちょっとさ、あ、ここですね、はい、ノーズシャドウってあるんですよ、うんうんうん、まずこの位置を考えて、はい、ね、へこんでるところでしょ、はいはいはい、そこにつながるように落とし込んでいかないとダメなんで、今だったらここで描いてるんですよ。ああ、そうかそうか、うんうん、うん、そうするとこっちから触ってここに描いてってもいいんですかね。で、ジョコちゃんの場合はそれやる方がやりやすいからですね、うん、そうですね、行く場所がね、あ、そうか、あ、そうです、こういう感じだったらいいですか、ね、あ、そうですね。毛がどうですか、毛の上って感じ、わかります、これってくるくるくるって出る感じ、あ、そうか、そうです、はい、そうですよね。ちょっと僕、どこのペンで使ってもらうかな、はい、この辺、はい、コリコリしたペンがあるんですよ、はい、それやりましょう。そっちの方が多分、これ木のペンですね、はい、こんな感じで、うん、で、こうキャップがあって、はい、ピュッと取ります。そうですね。で、この先触ってみてください、はい、先、はい、あ、結構ちょっとコリコリ、はい、わかりますかね、はいはい、まあ、芯が硬い方がね、うんうんうん、やりやすいんで、うん、それで、うん、今と同じような感じで、はい、ちょっとまず山をこっちやってみますか。あ、そこですね、はい、そこの辺りですね、はい、そのこれ今ちょっと待ってください、高いところがあるんで、ちょっとその下そこから、はい、この辺りですね、はい、そうそうそう、上ってしまった、あ、そうですか。横から見てます。あ、上です、上です。それね、ちょっと待ってください。もっと下ですか。もっと下、ね。あ、わかりました。肘ってこうついてる方が楽ですか。普段はどうですか。今まではですね、うん、つかない状態で。で、書いてました。はい、書いてました。そしたらどうですか。そっちの方が書きやすかった。そうですね、こう毛をなぞるとするとこっちの方がやりやすい、あ、やりやすいかな、今の方、毛をなぞってる方が、はい、場所的には行ってますわ、行ってますね、今のところ、いいところの場所を行ってる、行ってますか、なぞってるからね、はいはい、こういう感じですかね、はい、あとはそこからね、ちょうどだいぶ横に来てるので、はい、大体ここら辺からはですね、うんうん、あんまりこのまっすぐ行くとこ水平なんですよ、あ、そうかそうか、だから目のカーブがこういうになってるんで、うん、こういうふうにちょっと平行になると落とす感じですね、はいはいはい、はいはい、あ、いい感じ、でもすごいな、この毛の上を大体なぞれば、うん、あ、なぞればいいですね、いいんですよね、その後の方向性だけ、そこの、あ、そうか、眉山から眉尻に向かう方向ね、そこには毛がないんで、なるほどなるほど、はい、じゃ自分が思ってるよりもちょっと下ですね、そうですそうですそうです、はい、今いい、こんな感じですか、ね、はい、そうですそうです、あ、そうですか、はい、そして今度はこちらの方から、これもどれぐらいついてるかが見えないんやもんね、そうですね、そうか、
と薄いんですか？今薄いです。これね、ペンっていうのは、もちろんファンデーションつけてから書くんだけど、ファンデーションの油分があるから、そのペンに油分回ったら、色付きにくくなる場合あるんですよ。なるほどね、だからちょっと強めに一回タッチしてもらっていいと思う。それで、そうですか、はい、ここですね、でちょっとこう、そうですね、はい、あとはこの感覚を、ご自身のペンの方が感覚をつかみやすいです、はい、今まで使ってる長いこと、長年使ってるんやったら。そんなに変わらないです。変わらない。じゃあ、いきます、はいはい。このペンは、なんていうか、落ちにくいんですよ、眉が。だから、せっかく描くんやったらね、こうやっておいてもらって、はい。そうですね。コリコリして、いい感じです、うんうん。これでどうでしょうか。今、薄めに入りました。薄めですか。薄め、まだ。あ、これでも結構描いてる感じなんです、はい、ですよね。僕が一回描くと、どんなのかやってみますね。はい、お願いします。まずですね、まあ山からここ山ですよね、はい、なんかこうですか、まあ強いですね、強いでしょ、うん、でこんなこれちょっと立ててるんですね、立てて何度かこうして色付けて、ここにここのちょうどこう骨あるでしょ、はい、あります、あります、骨の下ですね、ここ、ここに入れたらどうですか、ここは、はい、であとはこの下から、この毛の生えてるところへ向かって、こういうふうな感じに今描いてるんですけど、わかります、ね、わかります、これね、今やっと色がちょっとついてきた感じですね、これでもまだ完成なんですよ、まだ細い、細いぐらいちょびっと細い、どうですか、このタッチって結構こうきついでしょ、うん、で自分が思っているよりも一筆が長いですよね、長い、そうです、うん、なあのこうやって埋めてる感じですよね、そう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 、ね、それあの確かに僕は、なんて言うんでしょう、スッとそれは僕できますよできますけど、どこ行っていいか分からない場合はもうこうやって埋めていってもいいと思うんですが、それでもね、結構どうですか、強いタッチ、強いですね、自分で思ってるよりも、ね、やっぱり長いな、一筆が、こうね、で埋めてる感じでわかります、わかります、わかります、で、ここは、はい、さっき、りょうちゃんはこう行こうとしてた、上ね、そうしたらこう跳ねるんですよ、まあ、そうか、だから目のこのカーブのこのくぼみの、はい、ここ骨があるところ、これに沿って意識したらいいと思います、はい、ここはね、ちょうどわかります。この分かります。ここです。これをすっとここら辺まで描いてる。なるほど。この辺まで。はい。この辺ですか。そうです、そうです。この辺ね。はい。はい、で、このくぼみね、ここを。で、ここからは結構毛があるところへ、こう、太めになっていくんですよ。これぐらいのかな。ちょっと今描いてみますよ。だいぶ違うでしょ、だいぶ違う、これ今理想のある程度今ね、来てますから、はいはいはい、僕が普通描くときちょっと濃いめですけど、こうにしてます、はい、で前頭もこれぐらいまで今入ってるんですけど、これ結構強めに入ってます、ただね確認できないでしょ、そうですね、だからこれここまで描かないでちょっと左かやってみてください、はい、一緒でね、はい、はい、ありがとうございます、もう一回ちょっと思い切って失敗してもいいんでとりあえずちょっとまず僕そうですね、そのやり方を見せて、なんかコツがあれば、はい、そうですね、その確認大事ですね、ちょうどくぼみのどっちへ方向行ったらいいかっていうのが、
これどうでしょうか、うん、あのうっすらついたんですけど、うっすらついたんだけど眉尻のね、角度をちょっと意識したら、はい、綺麗になると思うんで、はい、角度ね、うん、あのそこにちょっとさっきの骨のちょうどくぼみの、ここね、くぼみがあるんです、ありますそのくぼみにペンの、はい、を入れる感じでちょっとやってみてもらいます。こうですか、うん、うんうんうん、はい、でちょっとこっち見てください、うん、もうちょっと書いてもらいます。ちょっと低いからそこあの持ち上げてるからちょうどもうちょっと上の方がいい。そのくぼみの骨のね、はい、上側の骨にこう沿う感じです。あ、うん、この辺ですか。 骨当たってます。上にあるでしょ、その溝みたいなやつ。あらあらあら、うん、それに沿って、うん、ただこう、そうですそうです、だいぶ低くなったか、だいぶ低くなった。この噛みてる山の山がここ瞳ですよね、はい、瞳の橋の端、橋なんでこれぐらいの山なんですよ、はい、でこの今石描いた下っていうのもかなりこっち内側の下まで描いてるんで、ちょっとここが太なってくるんですね。こっち描いてるのは、わかりますかね、こうちょっと触ってもらって、ここから山からこっち側に来てるんで、描いてる位置わかりますね、この骨の、うん、ここそこ今、そこに描いてます。そうするとこの辺りですか。そうですね、ちょっとさっきは下やったね、うん、そのあたりそのあたり、はい、この際のあたりですか。そう、際のあたり、そこだけを描いてみようかなって、うん、なってきましたよ、はい。なんてちょっと太なってきたなちょっと待って、ちょっと太なってきたけど、はい、まあいいです、ここもう一回練習ですね、やってください、はい、ちょっとやってください、はい、とりあえず練習、この毛の上でいいですか、うん、毛の上で、はい、右が太なってしまうんだよね。ちょっと待ってね。僕もちょっと目をつぶってね、うんうん、やってるんですけど、ここのこの眼球、こっち行ったらこう眼球行くんですけど、はい、この骨の下行ったら低いですよ、はい、下はね、はい、このちょうど骨のね、うん、骨をなんていうの、この上に描く感じで、こっち側はね、うんうん、ちょっと低い、そうやな、こっちもそうやな、ちょっと待って、あの、うん、多分迷うと思うので、はい、腰をやっぱりそう、この骨の上の方がいいです、はい、エッジを、はい、あの、なんて言うんでしょう、まず僕が見ながらやるもんやから、余計迷いますね、うん、いや、そうでもないです。目を今閉じてやったら、はい、このうん、やっぱりこのね、うん、骨の上ですね、はい、ここの方が、あの、うん、これで取りますわ、はい、ありがとうございます。迷うかな、これでも綺麗なんやけど、うん、もうやっぱり毛のあるところからやっていくから、うん、でもちろんここに下に下がれるとちょっとこう逆にこうへの字前になってもらうんで、うん、そっちの方が、まあうん、
ちょっとかっこ悪いでしょ、うん、だから悪い悪い、うん、せっかくでお前ちょっと上げて頑張ってるなの方向いきましょうか、うん、はい、だからちょうどこの、はい、このちょうど骨のここ下骨の下になります、はいはい、この上にちょうどこう、5ミリぐらい、うん、うん、そうです、5ミリぐらいのスーッとこう入れていく感じしましょうか、うん、こっちも、はい、ちょっと真ん中正面からいきます、はい、いいぞいいぞいいぞ、そこ、そう、そうですね、ちょっと 上気味ね、あのくぼんだところに入ってしまうと下がるんで、うん、下がるかね、下がり、今ちょっと下がりかけた今ね、でもスタートするとこ良かったですよ、良かったですか、うん、はい、もう一回ちょっとここのここですね、この骨、はい、骨がこういう感じですね、うん、はいはい、もう一回入れましょう、はい、あのラインはいい感じになってきます。そうですか。なってきた、なってきた、はい。あとはまあ色ちょっとつきにくい。あ、色がね。ちょっとつきにくい。まあ、その今方向をちょっと分かってきました。はい、分かってきました。そしたら、このさ、これでもつきにくい。ちょっと柔らかい方がつくのか。これで今やってるね。普段ね。はい。とかこれでやってみた。はい。で、ファンデーションも取れてくるとやっぱり皮膚につきにくくなるので、うんうんうん、ファンデーションはこれパウダーでいつも書いてますね、はい、そうです、うん、パウダーちょっと軽いって毎回上を置きますね、はい、このパウダーの量も感じ、感覚を感じるんですかね、なんかこう量っていうのは。そうですね、なんとなくね、うんうん、はい、はい、OK です、はい、じゃあそれでもう一回ちょっとさっきみたいな感じで、はい、やってください、まず山を決めて、はい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 、ここですね、うん、そうですね、はい、骨の位置をね、そうそう、なぞりながらやっていただくと、はい、もう大体掴んでくると思うんですよ。そうですね。うん、安定感出てくると思うんで。はい。はい、今それ K に合わせて書いてるっていう感じ分かります？はい、そうです、あ、はいはい、うん、いけてます、いけてます、そうです、そのまま、うん、はい、それでもうちょっと書いてもらっても大丈夫です、そうですか、はいはい、結構自分ではこう強くさっきよりもね、そうやね、あの1回目に来てもらった時の前よりか、ええ、でも今日の方が上手ですよ、あ、そうですか、はい、それぐらいにしておいて、はい、で、眉頭の方のここですね、はい、このノーズシャドウってこの骨ありますね、はい、こっちに向かってちょっと少し入れてみてください、はい、
感じ。そうですか、うん、いやほんまにこれで書けてるっていう感じにしますよ。あ、そうですか、全くは、え、うん、そら、そら、はい、左を今度ちょっと、左を取ったやつ、はい、違いますわ、はい、確認作業がね、こうやってできたらね、そうですね、僕がこう説明しなくてもね、うん、できたら、うん、だいたいこれぐらいっていうところまで、うん、でもこれ繰り返しやってたら、タッチとか、これぐらいって感覚的に分かります、分かります、分かると思うんですよ、はい、だからまずどこをなぞるとか、どれぐらいの回数をやったらいいかとかを、うん、まあ、この時間を読むのはめちゃくちゃすごいじゃないですか、はい、何秒とかっていうのね、だからその何秒ぐらいやってっていうのを、これ今ちょっと撮ってる感じです、はい、今撮りました、はい、残しておきましょう、はい、はい、じゃあそれで右をもう一回、はい、はい、ここから書いてもいいですか、やりやすいように自分のその、はい、骨格を探して、はい、はい、いや、ヒデさんがおっしゃってたことが意味でよくわかるようになってきました。わかります、そういうことね、っていうのがね、はいはいはい、そうです、そうです、はい、おお、めちゃくちゃ上手になりましたよ。本当？うん、で今黙ってたんですけど、はい、あのラインとしてはすごくいい感じのところに色づいてますよ。そうですか。あの、はい、だから、え、いわゆるその、はい、骨格ですね、はい、骨のあの角度に沿って、はい、今みたいにこう確認しながら動いてたと思うんですよ。はい、そうです、うん。あとはこのタッチをどこら辺に、うんうん、何回かしたらどうしてるかっていうのも慣れですから、うんうん、そうですね、うん、それからね、はい、ここの山の位置っていうのが大体その、うん、なんていうか、あの、うん、ここ色づけてましたよね、はい、でここからちょっと下がるわけですよね、うんうん、あの眉尻というのはね、うんうん、この時の、まあ、場所どこかっていうのが、うん、このちょうど黒目、ね、目の真ん中ですね、はい、真ん中よりちょっと右側の、はい、ここら辺っていうの位置をまず知る、はい、ここ骨格的に骨はまだまっすぐですね、水平ですよね、はい、で急にこう下がるわけです、ここが山なんです、うん、山っていうイメージをつけて、はいはい、してもらったら、うんうん、はい、ちょっと練習してください。なんかその形はすごくいいと思います、はい、そうですか、こうやって隣に出たら眉を描いてるって感じがやっぱ出てきましたよ、うん、そうですか、はい、よかった、まあ、ステージとかで言ったら、ね、はい、全く眉を描いてないのと違ってやっぱこれぐらい色づいた方がいいと思うんですね、そうですね、うん、今はやっぱり思ったんですけれども、うん、山を確認して、はい、最初にこっちを描いちゃった方がいいかもね。でしょ、あのこっちから始めちゃうと、そうこのノリでまっすぐ行っちゃうんですよ。そうそうそう、それだから多分ヒデさんはそれがあって、うん、山から描けって言ってくださったんだなって今は分かりました。分かりました、はい、なるほどね、いろいろ意味があるんですよね、すよ、そこから下がる、ね、うん、そうですね、最初に下がっちゃった方がいいですね、うん、ちょっと迷ってますね、今あれですね、あの
一箇所をもうちょっと書いた方がいいですよね。そうですそうです。一気にこう進まないで、はいはいはい、今ふっとその左右にこうちょこちょこってこうね動かす感じがいいですね。そうですよね、はいはい、あんまり急いで進まないで、あと後戻りすると今度は変なとこ書いちゃうそれがあるからっていろいろやってるうちに分かってきますね、やっぱり。そうですか。ちょっと太めになってるけど、はい、太めぐらいに描いた方が、はいはい、骨格が、うん、いいです、はい、いいです。そうですか。うん、いい感じ、はい。左はまあちょっといったらそれで終わり、この右の練習も一回ちょっとしましょうか。はいはい、やっぱり描きやすい方ってやっぱりこっちしか描きやすいですから、うん、どっちですか、こっち。やっぱりこっち描きにくいですか。左は。あんまり変わらないですか。あんまり変わらないですね。そしたら、うん、ちょっと一回ちょっと。焦らずね、はい、行き過ぎてしまうとまた迷うと思うんで、そうですね、うん、どこを色づけるかを、うんうん、ちょっと撮りますね、一回見たくないですか。はい、大丈夫です。でも全く何にも意識せんと描くよりかはこうやって全然違います、全然違ってくると思うんですよね、うんうんうん、やっぱりもう皮膚の動く場所って、うんうん、もうこう骨とかね、うんうんうん、一定してくるんで、うん、そこにこう意識するのこの部分、ちょうどノーズシャドウってこの骨のね、はい、ここですね、ここのところね、ここにこうのちょっと上をこういく感じがいいんで、はい、OK です。はい、まだどんなイメージしてます？そうですね、まあこの毛の生えてる上に描いてるかなっていう、うん、はいはい、あとその骨の、はいはいはい、右、左側の眉に比べたら右の方は、はいはい、山から眉に向かうラインがですね、はい、すごく不安定に思うんですよ、こっちの方が、こっちですね、こっちの方が、うん、はい、ここをどう描いていいかちょっと迷ってる感じなんですよ。それとここに入れる、うんうんうん、ここですね、はい、ここは少し弱いですね。あ、ここですね、はいはいはい、これをどうしたらいいか、これ途中ででもこうやって説明したら感覚が余計分からないようになりますか。また一から描いていく方がいいですかね。どうでしょう。いや、そんなことないですね。ないですか。はい、あ、そうかって思いますもんね。そういえば右の方が強く描いたなって、はい、そういう感覚はありますからね。はい、あ、これだとまだ弱いんだなっていうね。今ちょっとね、右に比べたら半分ぐらいです。半分ぐらい。左側ね。あ、
はいはい、もう一回やってみる、その、はいはい、今やった分を2倍やってください、はい、2倍ね、はい、さっきよりいいです、さっきよりいいです、そうです、うん、はい、で今ちょっと気づいたんですけど、はい、ペンで書いて、はい、書きながらこうどこの方向かを確認する作業の時に、はい、例えばこう書いて、うん、こういうふうになぞりますよね、はい、このなぞりをする時にこの眉のイメージをもうよくじゃなくて逆にぼかすという点を使って書いたペンのタッチが、まあ、点になったらあかんから、うんうんうん、こうちょっとぼかしたらいいと思うんですよ、指で、うん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 、そしたら自然に色ついてくるんで、はいはい、ナチュラルな眉になっていくんですよ、うんうんうん、わかります、はい、その作業を、はい、意識した方がいいと思います、そしたら、はい、あのペンで描いたタッチよりかは、うんうん、なんていうちょっと早めに 色がついていく感じ、うんうん、ぼかし、まあ、グラデーションするという意味があるんですけど、あのなぞりながらぼかすってことですか、ああ面白い、そうですそうです、そうです、その作業をやった方がいいですね、なるほど、まあ、せっかくなぞるんだからぼかす、ぼかすってことです、はいはい、普通はもう、あの手指なんかでこうパッとやると、うん、まあ、あのふなんていうか太くなってしまいがちなんですけど、そうですね、だけどちょうど今のタッチの仕方してたら、うん、ちょうどいいぐらいになるんですよ、あ、そう、そうですか、うん、だから眉ってちょっと太い目の方がこう、はい、ふくよかな感じに見えて目が大きく見えたりこうするので、うん、はい、これぐらいだって全然いいと思いますよ、そうですか、はいはい、あとあのこうやって描いていく方向なんですけれども、うんうん、その昔あの目が 見えてた頃っていうのは、はいはい、ね、この毛の生えてるこういう感じでね、うんうんうん、確か描いてった記憶があるんですけど、はいはい、それはそれでいいんですか、それはそれでいいと思うんですけど、あの、はい、毛の生えてるところは分かりやすいんですよ、それを見てた時ここは良かったんですよ、はい、でこの毛がなくなってこの、うんうんうん、こっち下へ行く時にね、うんうんうん、ここの部分だけ方向性がこう太くならないように、うんうん、こっちへ行ったりこっち行ったりしないように、うんうん、なるほど、その時はこの骨のこの方向、はい、分かりますか、ね、分かります、分かります、ちょっと目を閉じて、そうですね、うん、ここの眼球がここにずっと沿ってますね、はい、この溝のところやったらちょっと低いんで、うん、これの上ですね、はい、こんな感じ、うん、で、はい、前もちょっとお話したと思うんだけど親指で、はい、ちょっと当ててみてください、はい、これで左の親指で、はい、ちょっと山あたりで、はいはいはい、山ですよ、山、うん、この辺ですか、うん、はい、この時って輪に締めたら親指そっち下がります、はい、下に下がる今のところです、はい、これがラインです、はい、今描こうとするラインがちょうどそのラインイメージわかります、はい、わかります、で下がるでしょう、はい、下がります、じゃあこれをこういうふうに描けばいいわけです、描く時もこういうふうに、うん、それともこういうふうにしながら下がっていくんですか、うん、今ね、うん、まっすぐ姿勢的にまっすぐしてたでしょ、これ描くときにこうね、はい、こうなるわけですよね、あ、そうですね、で、下がっていくんで、あ、そうですか、ちょっと意識は、はい、まあ、水平だった場合どうなるかと考えてもらって、うんうんうん、ちょっと何か確認します、あ、そう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 、そのタッチの仕方をちょっと覚えた、そうです、ね、親指のタッチのイメージ、はい、そのカーブが綺麗です、このカーブ、はい、はい、そのカーブをイメージして、イメージして、はい、はい、
ちょっと下になるな。下になっちゃった。うん、まあ、でもまあ、まあ、その、はい、なんていうか、あのカーブ自体は綺麗に行けど、あんまり、はい、やりすぎるとこ下に入ってしまうので、はいはい、もう今のはもうちょっと上の方がいいな。はい、迷いますよね、はい。親指とかなんとかみたいになってきたら。でも一番分かりやすいのはちょっと、試行錯誤しながら、はい、コツをつかんでいかないとね。こんなに丁寧に教えていただいたのは初めてです。もうすごいいいですね。責任感がありますから僕にも。もうそんなもん純子ちゃんに、ね、のためになんとかせなと。なんとかね。そうそうそう。なんとかせじゃん。もうステージでね、自分でやりたいっていうね、はい、願望を叶えてあげたい、ね。はい、ありがとうございます。まあ今はね、本当にこう見てるだけでは、はい、あのもうこれ無理やって全然思わないです。あ、そうですか。見てると何でもいいし、練習したら絶対に上手になる。あ、まだまだないんです。そうですか。あ、よかった。コツをね、コツを掴んでいきましょう。はい。もう一回じゃあ、うん、そっちがいい。はい。はい。うん、オッケー。今の感じはいいと思います。はい、あのそうですか。形の感じはいいと思います。はい。はい、で、前回しのちょっと、だいぶこう、はい、あの、なんていうのかな、強めにできるようになってきたでしょ。そうですね。うん、あの眉が楽になってきたから、はい、みたいな感じ、はいはい。あ、そうですね。うん、で、ここの眉頭のところに、こうやって入れてたペンで、こう描いたときありましたね、うん。ありました。こう描くと、ここにパンと色がついたりするんで、うんうんうん、ちょっと、さっきはこういうふうになぞってたと思うし、はい、最後にちょっとこう前頭の中に指でこう動かす感じでございます。なるほど、うん、こうしてあげると、はい、あの次過ぎた場合でもちょっとうまくボケるかな、うん、あ、そうです、そうです、その こっち方向ですか。うん、それ上、そうやって上やる、うん、ね、うん、ここに、ここに、はい、こう沿ってるでしょ、はい、うん、こういう感じです。あ、こういう感じか。そうそうそう、はい、そうそうそう、で少しあのこうなぞっていくときにこっち側なんかもなぞっていくときにこうやりますよね、はい、ひぐって引っ張ったりしたら上に動いたりするでしょ。わ、うんうん、かります。はい、で動いたことによって下についてしまいがちなときもあるんですよ、うんうんうん、ってるとあんまりこうひぐを引っ張ってしまいする、はいはい、普通はこうあのひぐを引っ張って描いた方が描きやすいっていうのはあるんやけど、うんうん、でもやっぱりどこに引っ張ったらね、ひぐがいってもわからないっていうのがあるんで、うん、あんまり引っ張らずにちょっとこうなぞる感じでしながらやってください。はい、わかりました。ちょっと眉、はい、ちょっと休憩しますか。はい、大丈夫、そうですね、ちょっとしんどいでしょ、はい、ちょっと一旦これ外しましょう。ありがとうございます。はい、ちょっとお水飲んで。あ、すごい、でもわかりやすい、ヒデさんの説明はすごくわかりやすいです。思いますか、うん、いや嬉しい、いやすごいありがたいです。ちょっと水飲んでくださいね。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。もう3分の1ぐらいです。もう入れていきましょうか、はい、また。あれやったら。すいません、もう一杯入れてみます。はい、ありがとうございます。飲みすぎてあのトイレ行きたくない。ありがとうございます。すいません。
い、どうもすいません、ありがとうございます。ありがとうございます、すいません、始まりだった、はい、ありがとうございます。ちょっと入れすぎた、大丈夫です、ありがとうございます。あー、美味しい、美味しいです、よかった。いやすごい、でも分かりやすいですね。できます、うん、いや、こんなに根節丁寧に教わったの初めてです。あ、そうなんですか。うん、大体はね、あの化粧品屋さんとかでもね、はいはい、あの書いてはくれるけど、なかなか教え、どうやって教えていいか皆さん分かんないでしょ。そうですね、なんか教えてくれない。あ、そうです。うん、で、私がこう書いてるのを見て、うんうん、あ、上手ですねって、それで面白いだから本当そうなのかなっていつも思ってたけどね。はい、あ、まあ、やっぱり僕も初めてですからね。はいはい、昔ね、あの、はい、実は小学校の教員してるときにね、その耳の講習、不自由な方が言われたんです、はいはいはい、でもちょっとブレーキ踏んでくださいって言うとも聞こえないわけなんで、そうですよね、だからその時はね、うんうん、あの手話を覚えたんですよ。でなんかこう、うん、あのそういう、うん、僕もこうなんとかしてあげたいっていう気持ちがものすごくあって、うん、で手話を覚えたら、すぐ取れたんですよ。あ、そうですか。うん、だからよかったですね。もうあの今回もまあ、うん、ゆみちゃんね、こうやって、はい、あの相談されて、はい、できるかなどうかなっていうのは、まあ僕なりにね、はい、あの、はい、いや、それ大変やと、ね、言ってしまうのは簡単やけど、あ、そうですよね、なんとかしてあげたいという。ありがとうございます。絶対思って、ジョコちゃんのその常にあの不屈の精神のもうずっと僕勉強させていただいてるから、ジョコちゃんやったらなんとかなるかなっていうねなると思いますね、と思ってやってる。それも普段どんなメイクされてるのかも、はい、持ってきてもらってるじゃないですか、はいはい、これだけのことをご指示されてるってことは、はい、もう本当に舞台の時に、はい、まあ、どんな色をどれぐらい塗るかの、そのなんていうかな、はい、手の感触、そうですね、で場所どこって、はいはい、それさえつかめばね、そうですね、うん、はい、僕は眉よりね、あのアイメイクの方が簡単かなって逆に思ったりしたんですよ。そうですか。あの、この目の形に沿うっていうことはどうですか、難しいですか。ね、いや、ただ慣れれば、慣れれば大丈夫ですね。で、あの自分が思っているよりも強く描いても大丈夫なんだっていうのが今日分かりましたんで、まあ、ただその、はい、あの、はい、場所はこうやって僕がチェックしてるからね、今やってるけど、はい、あの大体こう練習して、そうですね、こうやっていけるっていうところまで、ね、はいはい、場所を掴んだらね、はい、そうですね、うん、まあ、これはもう本当に毎日やるしかないですもんね。で、舞台で、はい、まあ、こんな言い方したんですけど、はい、遠いじゃないですか、ステージって、ね、遠いです、遠いです。で、遠いからこそ、眉がなかったら逆にこう、すごく存在感なくなるんですよ。そうですよね、うん、そうですよね。こういう目に描いてて、失敗してたとしても、遠いから、そんな穴削り、穴の探すようなことしないと思う、ね、そうですね。だからまあ、はい、ちょっとやっぱりこう、骨格が分かるような、そうですね、うん、なるほど、ね、そういう色付けはしておいたらいいと思うんで、ありがとうございます。あの、この骨の上の先ほど教わったところに書いとけば間違いはないですよね。そういうことです。その場所、位置さえ間違えなければ、ね、位置さえね、位置を間違え、位置を間違えなければ大丈夫ですよね。あ、でもこの骨をこう基準にするっていうのは初めて知ったんですね。あの、これは、まあ、うん、メイクのある程度基本で、うん、立体的にするときは必ず骨の、ね、骨格をね考えてやるんですよ、うん、なるほどね。で、まあ、今日チークのこともあったりしますけど、はい、お願いします。まあ、チークなんかでも、はい、こう手で触っていきながらですね、うんうん、わかります、ほうれい線からこう触っていって、はい、小鼻ってありますよね、うん、これ小鼻って、はい、で小鼻とこれ水平にちょっと持っていきますね、はい、でここに頬骨ってありますありますね、はい、この頬骨のこのグッとこう、はい、いかないですか、大丈夫、あ、大丈夫です。ここに入れたところに、はい、まあ、影なんか入れると、うん、ちょっとこう痩せて見えるんですよ。うん、で、この骨のちょっと上に、はい、スーッとこう入れる感じです。要は骨がスーッとね、うん、あの、ある方向がありますね、うんうん、ます。ここにスーッと入れる感じ。ただこれ分かりにくいから、うん、ブラシで普通入れるんだけど、うん、あの、今日僕言ってたように、ネギでね、ネギの手の感覚でこうつけていく方法を、うん、と思って持ってきたんですよ。あ、ありがとうございます。手でやれるのが一番確実ですね。確実で感覚を覚えてもらえるんで、そうですね、手の感覚書、はい、ね、はいはい、タッチなんかやるとかね、そういうのちょっとこう、ありがとうございます、こんな感じで、うん、それやっていきましょう、はい、じゃあちょっと眉はちょっと一旦置いてね、そうですね、はい、はい。